ヤンヨーステン東京駅のヤエス地下街にあるヤンヨーステン記念像。リーフデ号ヤンヨーステンファンドーデンステインは、オランダの航海士、主因船貿易家。日本名はヤヨース。現在の東京駅の周辺のヤエスの地名の由来になった人物として著名。教科書などで知られているヤンヨーステン罠で、姓はファンドーデンステインである。オランダ船リーフデ号に乗り込み、 公会長である、イギリス人、ウィリアム・アダムスと共に1600年4月19日、文語に漂着した。徳川家康に信任され、江戸城の内堀沿いに屋敷をもらい、日本人と結婚した。屋敷のあった場所は、現在の千代田区にあたり、現在の中央区八重洲の地名は1954年に成立したものである。ヤンヨーステンが生まった日本名。 マリア幼児と呼ばれるようになり、これが後に、ヤツシロスとなり、ヤエスになったとされる。やがて東南アジア方面での衆院船貿易を行い、その後帰国しようとバタビアに渡ったが、帰国交渉がはかどらず、結局諦めて、日本へ帰ろうとする途中、乗船していた船が、インドシナで座礁して歴史した。ヤエス地下街、外堀一番通り沿いにある、LPJ ブラート作、 ヤンヨーステン記念碑、ありがとうございます。